レインはアントラキノン類に分類される有機化合物の一種である。レインの極限構造式。天然にはしばしば構造中の水産元のうちの一つにグルコースなどが脱水縮合した配当体の形で見出される。アントラキノンの極限構造式。レインの分子模型。黒が炭素、白が水素、赤が酸素を表す。 この化合物が下剤としての作用を示すことは古くから知られていた。この他、2008年になって黄色ブドウ球菌に対して抗菌作用も持っていたことが明らかとなった。レインは、例えばレウムンドヤレイトム、レウムパルマトムのような大王族の植物に含まれていることが知られている。また、センナレティキュラータのようなセンナ族の植物にも見出されている。ただし、 しばしば、例えば8位の水産機に、グルコースが脱水縮合したレインマイナス8グルコシドのような、配当体の状態で含有されている。これらの植物には、レインをはじめとする腸を刺激して、下剤として作用する成分が含まれていることから、下剤として利用される場合もある。なお、レインが初めて単理されたのは、1895年のことであったとされている。 2008年になって、レインが黄色ブドウ球菌に対して抗菌薬として作用することが見出された。さらに、レインの黄色ブドウ球菌に対する抗菌作用は、ペニシリン系の抗菌薬であるオキサシリンやアンピシリンと併用することで、相乗効果を示すという。このことは、レインの抗菌薬としての作用点が、オキサシリンやアンピシリンとは異なっている可能性を示唆する。 人において、レインの薬物動態はあまり調べられてこなかった。ただ、健康な男性のボランティアを用いた調査によると、レインを経口投与した方が、肝臓によって投与するよりも体内によく吸収されるようだとの結果が出たという。高齢の慢性物欠精神疾患の患者に対して、1日に2回、レイン 50mg を経口投与しても安全であったとの報告が存在する。 作用点が同じであった場合、通常は、総加効果しか示さない。ファーマッコーキネティックアナリシストブライニーンレウム、ウンドヤレイトムエル。JS のファーマッケル八十四五九ドイ、1 0 1 0一六 s 0三七八から八億七千四百十万二百二十二から2、プミド百四十九万九千六十九ニューインベスティゲーションス。 オンザコンポーネンツオブレウムパルマトム、エルパート一オンザアナリシスオ 1, ラインアーチファーム 292, 591,601, プミド 14402,302, アンチェル M, アイデンティフィケーションオブザアンティバイティックサブスタンスフロムカシアレティキュラーターズ4、5大ハイドロキシン,インサラクワイノンマイナス2、カーバーキシリックアシッド、J, バイルケン177、 百六十九百七十七プミド千八百十二万三千五十六 http コロンスラッシュスラッシュ www.jbc.org スラッシュコンテントスラッシュ一七七スラッシュ一スラッシュ一六九ドットフルドット pdf、ファーマカグノジーオブルバーブ、ケミカルカンスティッチンツハットヘッセオファーム j 一三百二十五グローバルトラクリプショネルレスポンスオブスタファラコカス、 ウリアスツーライン、A ナチュラルプラントプロダクト、J バイテクネル135、304308、ドイ、10.1016、j ャブヨーテイク、2008.04010、プミド18514345、シンルジスティック、エフェクトオブラインコンビネーションウィズアンピシリンは、オクセシリンアゲンストメチシリン、レジスタントスタファラコカスウリアス、 EXP セアメット3608612 DOI 10.3892 ETM2012.459 PMC 3438,619、プミド2,2969,937、https www.ncbi.nlm.nih.gov pmc articles pmc3438619 ファーマコーキネティックオブラインヘルシー。 メールボランティアズフォローイングオーラルリテンションエネマアドミニストレーションオブルーバーブエクストラクトエイシングルドーズスタディーアムイチンメット33839850ドイ 10.1142S0192415X05003508 プミド 16355440FX オブライオンリーナルエリカダニック アシットメタボリズムアンドリーナルファイクションインペーシエンズウィズ・カンジェスティブ・ハートフェイリアー。R.J. クラン・ファーマッケル3 10. 7 1 5 d o i 1 0 1 0 0 7 b f 0 0 6 0 9 4 1 5ミド二百五十一2 5 1 2 1 7 5ありがとうございます。